です。今日はエイジンズグリーンランドにやってきています。さっきこっちの後ろの川でイワナを釣ったので、それを今からさばいて塩焼きにして食べたいと思います。それではまずワタとかを取っていきます。炊事場にはまな板とか包丁とかハサミ、あと石鹸、たわしも置いてあります。じゃあさばいていきます。今日はエプロン的な感じで、エプロンこう、もっと後ろ下がるこんな感じで、あのモンベルのキャンプの時とか、カルチャンネルのオープニングでも履いてるやつ、これずっとなんかスカートでこれで履いていいもんだと思ってたんですけど、多分それでもいいんだけど、なんか本来はこう巻きエプロンでズボンの上とかにこう調理するときに履くやつっていうのを最近知ったので、今日はその使い方をエプロンとして使います。じゃあ持ってきます。1人2匹ずつ食べるので、3人家族なので6匹やります。1匹だけ柄が違うと思える。じゃあ、あっちの木のこぼ、木のところに、さばき方が書いてあります。綿とかは、なんか蛇口の下で集めてるみたいで、そのまま流していいのって、で、あそこの紙に書いてあった。エラに手を突っ込んで、魚を固定させるんだって。知らんかった。やっていきます。ちょっと口に刺します。口も借りれるんですけど、今日は100均で買ったなんかね、なんだトマトとかこういう焼いて一気に焼けるっていうやつを100均で買ったので、これに刺して3匹焼きたいと思います。3匹ずつ、よし、ぬるぬるけど、こんな感じで刺しました。ちょっとくるくるしちゃうな。振りかけすぎた感もあるんだけど、中にも、うん、めっちゃ辛かったです。辛かった、どうしよう、臭みを、優しいお塩なので、今3匹、あと優しいおじさんが、あのね、エラを取ると臭みが少なくなるよって教えてくれたので、こっちの後からの3匹だけはエラまで顎開いて取りました。おじさんカルトたちが釣れなかった分の10匹を取ってた。でまだいっぱいいるみたい。10匹カルトたち9匹でおじさん10匹だから、まだまだまだいる。よし、じゃあこれを今から炭で焼きます。楽しみ。炭もここで購入することができます。着火剤もちゃんとついてます。今焼いてます。遠赤外線な感じで、こっちがちょっと前に、どれぐらいかな、結構さばくのに時間かかったから、上のはもう20分ぐらいやってるのかな。でもちょっと距離が遠いのであんまり焼けてないみたいです。この上に乗せて焼こう、うん、ということで、今お父さんが起こしてくれた火でじっくりと焼いております。ずっとこうやって魚を
この炭でしかも串に刺してそのまま塩振って焼いて食べるっていうのが憧れで、一番シンプルな食べ方だと思うんですけど、今まで渓流とかでもフライとかが多かったし、こうやってやるのは自分で釣ったのもないし、お店で買ったやつとかでもないので、すごい楽しみにして、もうちょっと待ちたいと思います。あ、危ない。炭で焼けるバーベキューのところはこんな感じで屋外なところと、あと奥に見えるのがちょっと室内になってるところもあります。あとこっちも室内になってます。おじちゃんたちがいっぱい釣ってます。でここに炊事場もすぐ近くにあります。このバーベキュー場の使用料700円かな、払えば持ち込みでもあのバーベキューできるみたいです。でもあの釣りは絶対にしなきゃダメです。で網も借りれるんですけど、今回は借りずにちょっとアルミホイルで焼いてみようということになりました。中の白身がめっちゃ美味しそう。ぷくぷくしてる、シュシュいっとる。こっちはちょっと焦げちゃった、はい、ということで焼き上がりました。こんな感じです。これ串でお母さんとお母さんとお父さんと分けて、タルトはちょっと串で食べるのがやってみたかったので、串で食べます。美味しそうな匂いがします。美味しい？皮だからって言われる。皮の風味しい。だからあんまり苦手な人は苦手な人も美味しい。骨は？骨は、ね、そこまでは焼けてないで食べれん？うん、美味しい。皮がなんかペラペラだから骨しか見えいただきます。うん、うん、まあ、いい感じ。おいしい。塩加減もいい。うん、バッチリ。結構かけすぎたかと思ったけど、うん、でも大丈夫。おいしいね。思ったよりは、思ったよりおいしい。思ったよりおいしい。思ったよりは皮とかの味しかった。もっと、もっと不安とするんかなと思ったけど、うん、美味しい。自分で釣って、うん、大自然の中で自分で焼いて食べるっていうのが一番、うん、美味しいよね。美味しい。しかもこんな大きめの魚ってかことなかったで、いつもちゃんねんね。そう、うん、フライで形がわからんくなるぐらい、そう、一口で終わっちゃってたから、しっかりこう味わって食べれるの初めてな気がする。おいしい、おいしい。キクラゲもできました。おいしそう。難しいよ。あっぱ、あっぱいけど、すごいおこふ、こいくれ。ほんと、うん、すごいシャバシャバプリプリ、いい音がして美味しいです。すごいいい感じにお口が開いてる。で一匹だけ模様が違うお魚さんがこっちです。味も違うんかな。ぱっと見はそんなに分からない。でもこっちの方がちょっと丸っこくて肉厚な感じがします。ね、肉厚だよね。ね、じゃあ2匹目いただきます。おいしい。
塩味がしっかり効いてるし、ほんの思ったより川魚の味がしない気がする。で、もう一個の柄が違う方を取ります。こっちの方がやっぱ身がふっくらして柔らかい気がするけど、川魚っぽさもなんかあるような気がする。骨がある、うん、お母さんにこの一部をもらったで骨は分からなかったけど、骨が多いらしいです。魚の名前がちょっと分かんないので、今調べてみて、何と何だろう。イワナと卵じゃないですか。どっちかとどっちかなのかな。イワナじゃないかな、この黒い点々の方が。ちょっと調べてみるけど、皆さん知ってる、多分詳しい方いると思うので、ぜひコメント欄で教えてください。綺麗に、綺麗か、綺麗に食べました。はい、ということで今日は滋賀県にある永源寺グリーンランドという渓流釣り、渓流のお魚を放流して釣り体験ができるところにやってきました。まあ、あの本格的に渓流やってる方とかは邪道だとかなるかもしれないんですけど、まあね、すごい初心者でもタルトのお母さんとかでも釣れてたし、タルトでもめちゃくちゃ釣れたので、家族連れとかお子さんとかはちょっと挑戦してみたいけど、最初は分かんないっていう人もなんかいいかなと思うので、気になった方はぜひ訪れてみてください。ということで以上、いちごタルトでした。今回も最後まで見てくれてありがとうございます。